佐賀君勝は、江戸時代末期から、昭和初期にかけての家族、公爵。大木町三条佐根なるの子。母は鶴。妻は、中山忠光の娘、南香。愛新架倉不潔夫人、広志の祖父。明治14年4月、父より家督を譲られる。明治17年7月7日、家族礼に基づき伯爵に助釈した。明治十一年一月十七日、 父のサネーナルの維新の功績により、公爵となる。明治23年、貴族院公爵議員。ただ就寝ながら無報酬の議員職には不満で、明治31年には、品川矢次郎宛に、公爵への新たな爵録を求める文書を提出したが、反映されなかった。新たな資金がないと見るやこうをまさるは、以後の政治活動をろくに行わなくなった。昭和10年に、 貴族院議員在職30年以上で30回以上の議会に出席した議員を永年在職議員として表彰する制度ができたが、河間猿は現役議員でありながら対象から外された。議会開設以来70回の議会があったにも、かかわらず出席率が悪かったためである。孫の広氏は普段実家地の妻の実家に住んでいた。 孔マサルは広ロを嫁ぐ直前に呼び寄せ、昭和12年4月3日、孔マサルの杉並大宮邸より出立させた。公爵としての対面を保つためだったと思われる。ありがとうございます。